どうもビフォーご覧の皆さん、マイクロヘッドオンズボーカルケゲド、ギターのカズヤとベースのゼロとドラムのスカサです。です、はい、いつもねビフさんには大変お世話になってる、マイクロヘッドオンズなんですけれども、はい、今回もありがとうございます。今後の、マイクロヘッドオンズのリリース情報、そしてライブ等の告知をさせていただきたいと思うんですけれども、まずはですね、6月19日に、まだ僕らを知らない君へというタイトルの、シングルが出ます。しかもこちら、コロンビアさんから、出させていただくということで、メジャーデビューでございます。そしてそしてさらに、ですね、オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんですという番組の6月のエンディングテーマにもなっております。各地いろんなね、ところでもいろんなプロモーションをしておりますので、詳しくはホームページの方をチェックしてみてください。それと、今月、6月30日にはですね、ケケバースデーライブワーシップゴッドデイというのが目黒鹿鳴館であります。今年はね、どんなライブになることやら、乗ってるかいみんな、イエーイ。はい、4代目です。はい、そちらのライブがそちらのライブがあるのと、僕らはですね、7月28日池袋エッジを皮切りにですね、サーティンスアニバーサリーツアー、まだ僕らを知らない君というタイトルの、君へというタイトルの、ツアーをやらせていただきます。はい、まあいろんなね、名古屋、大阪行きまして、川崎行きまして、池袋もあり、そして最後8月25日にですね、赤羽レニーアルファで、ツアーファイナルがあります。しかもね、こちらね、今回あれですよね、トライアルチケットという、13周年にかけた1300円チケット、お試しチケットみたいなのがね、あるので、ちょっとでも興味があるよという方はよかったら、遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、っていう感じなんですけれども、はい、はい、ビフさんからですね、ちょっとしたこう質問というか、来てまして、お題が来てまして、まだ僕らを知らない君への歌詞に、胸に秘めたバッグ何が入ってるかなっていう歌詞があるんですけれども、うん、まあ、それにちなんで、普段プライベートで外出するときに必ずバッグに入れてるものを教えてくださいということなんですけども。なるほど。じゃあ誰からいきますか。じゃあ僕からいこうかな、しょぼいから。はい、僕のが多分一番しょぼい。はい、だんだん良くなっていくからね。はい、はい、僕はですね、ケイ君に紹介していただいた、あ、はい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 、あのこれっすよ。なんすか。充電器。まあでも充電大事ですかね、これ。僕これ初めてこういうの買ったんですけど、はい、めっちゃ便利なんですけど、はい、超重くないですか。まあ今ポッケから出てましたしね。はい、これカバンの中入れて重いんですけど。重いんですけど、いいっすよねこれ。めちゃくちゃ立ってますこれ。はい、僕はこれでした。そうですね、僕ちょっと今あの今日カバン持ってきてないんで。そう、あの僕でも龍角散の喉飴です。まあでもこれは夢につながるんですよ、うん、やっぱり喉大事ですからね。喉を守り続けるという意味で、やっぱりいい歌を歌えるように、はい、コンディションを整えるための喉飴なんで、はい、これもだって繋いだら曲作れるからさ、夢につながってんだよ。無理やりすぎた。アンカーさんありがとうございます。大変待ってます。はい、じゃあゼロさん。まあ今このね、はい、あの今このタイミングで言うとするならば、はい、ロキソプロフェンと、はい、ロキソニン。これも夢に繋がるわけです。ああ、そうですね。これがあるからライブができる。ああ、なるほどなるほど。ガチなやつですね。なるほど。じゃあ最後大鳥。お願いしますよ。つかさんお願いします。やっぱりあの歌舞伎揚げですね。これがあるとライブができるんですよ。これがあの自分のあのパワーとなって、あの血と汗となって、肉となって。自分の筋肉になりますから。からの、からの、からの、からのね。え、そんな、おいたい。この前あのロビー集合で朝ごはんコンソメパンチ食べてました。まあでも朝から、でも、でも言い方を変えればですよ。やっぱ少年のその心を忘れない、子供の心を忘れない、お菓子をやっぱ食べるという意味ではね、うん、やっぱ少年の心を忘れないっていう夢が入ってるなと思いますよ。そうです、まさにそうだと思います。全部あのチタなり汗となり、チタなりビフさん、いつもあのよくしていただいてるのにすみません、なんかこんな感じで、
まあそんなねマイクロヘッドホンズなんですけど、音楽はすごいかっこいいものやっておりますので、はい、お菓子食べながら、ロキソニン飲みながら、充電器さしながら、飴舐めながら頑張ってるバンドです。今後もよろしくお願いいたします。皆さん見てくれてありがとうございました。マイクロヘッドホンズでした。